東北体育館広場に、噴水マネージュ広場は、ロシアのサンクトペテルブルクの中心部にある広場である。マネージュはフランス語、ミネジアから来た言葉で、ババ、乗馬学校の意味で、英語でもフランス語そのまま使われており、以前は広場に面して、ロマノフ家の大きなミハイロフスキーババがあった。広場は、直角三角形をしており、南側はネフスキー大通りの北側を、 平行しているイタリアンスカヤ通りで、西側はフォンタンカ川に平行しているカラバンナヤ通りで、斜辺の北西側はミハイロフスキー・ババコの冬季体育場に面している。広場にはイワンツルゲーネフの座像がある。サンクトペテルブルクのマネージュ広場の散歩地図3は冬季体育館はイタリアンスカヤ通りはカラバンナヤ通り。右側の川はフォンタンカ川で、 少し上流にネフスキー大通りが通るアニーチコフ、橋がある。地球の歩き方、ロシア08から09の地図。ありがとうございます。